ディオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トロールインザダンジョン、クリア率を見てください。 0.69%。 僕トロールコースを選ぶときってクリア率が 0.8% から 2% 未満ぐらいを狙ってやってるんですよ。なんで今日は自分基準をぶっ壊したクリア率のトロールコースですね。それじゃあ早速やっていきますか。いや絶対ぶつけーよこれ。 0.69% のトロールコースとかなかなかしないもんね。絶対初見殺しある。さあ何が来るんでしょうか。初見殺し、なんか来てよ0.69% ここではその本性を争わないって感じですか。ちょっと噛んでしまいましたね。ここでボム兵か。なるほど、このボム兵は左を壊そうか、そして鍵を取る、そんでこの鍵ドアに入るんじゃないの。開幕あっつ、うわどうしよう、このボム兵壊すところいっぱいあるんだよな。この下の氷とかマジで怪しくない。ここが正解的なパターンありえるよ。どうどうしよう、これ下落ちたらやられるよね。コイン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 。じゃあこのボム兵で右のブロックを壊す、きっとこれが正解だよ。そして右に進む。うわーボム兵の上に鍵があるってことかな。絶対そうでしょ、これやられるやつでしょきっと。やっ、あれシャキーン取れたね。これで上の隠しブロックを叩く。なるほど、この状態で鍵が手に入れれるっていうわけでさあ進んでいきましょう。きっとこのトゲソをかぶっていくんでしょ。ほら合ってる。でこのまま右に進んで右の方に寄っておきで、ね、あーパン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 。ここはつららの上にねパンブロックがあったじゃん、それを持って下に行く、そんでこのブラパンを倒すという、これが正解だね。さあここ下に行けないもんな。この四角の枠の中なんかあるよきっと。なんかこれでこのまま上に行けっていうことだね。うわなんこれどうすりゃいいの。一旦左上行ってみようか。そんであの花たちが、上ダメだったのかな。このファイヤー取って土管に入れってことギリギリで取れる。ちょっと頑張ってみて、もうちょっと左行けるでしょ。よしよし、これが正解だったんじゃないの。上はなんか入れねえ、やべえ絶対上隠しのロッカーあるよ。どうだこっちは避けるよ、僕避け続けますよ。同じファイヤー属性だからね、無敵で効果はないようだよ。じゃあこれもう上に行くしかないよね。たださこのファイヤーボールを取って上に行ってみようか。そしたらさ、なんかパックンの上にさっき氷とかあったじゃん、それを壊していく、こう倒していって。なるほど、あそこにドアがあるのか、これは分かんないって。さあどうしよう、これさファイヤーなくしていかないよ僕。こっからシュッ大丈夫、デカ状態はキープしました。でこのまま信じていきます。コインを信じて、そのままひでこれはひでここじゃ落ちていいのかな。一旦右に進んでみる。ここからジャンプしたらいけないんでしょう。落ちる、何、よしナイス、写真機じゃあここはさスネークブロックに乗った瞬間、いや乗らないのが正解なんじゃないの。でこのまま右に走ってっていいのかな。この雲抜けるのなかなか至難の技じゃない。ほら絶対上に連れて行かれるよね。どうしよう、賭けで走っていってみる。もう僕賭けに出ます、頼むいけたえこれ走ればいけるしよ、もしかして。ありがてえ、それじゃあ土管に入って進んでいきますか。さあここで、キノコキノコキノコ、いや今キノコ状態だからね。本来だったらあの雲の下にキノコがあってそれを取っていかなくちゃいけないみたいな、そんな感じだったんじゃないかな。じゃあここはスネークブロックに乗って一旦左逃げるね。なんでじゃあここはスネークブロックに乗って右を疾走、そんでカノンのコーラ吐いてオンオフをしてすぐ左チュガポイント、チュガポイントよしこれさえ取れば僕のもんですよ。じゃあこのまま右に上にティアしたからいけそうだな。こっちが正解なんじゃろ、正解なんじゃろってな。ダメだこれはもうダブル地獄だね。じゃあここは上が正解だったと思う。どうしようもねくね、これどうしよう、右に行ったらやられて、あやられてくれるんだね。ここ滑っていこうか、危ないで滑ります、どけよー
いやここわからんやろ、どうすりゃいいのよ。ギリギリで止まっておいたらやられるみたいな感じかな。オンオフをしてこいってこと？それかどこでオンオフするんだろうね。わかった、このオンオフブロックだ。このオンオフブロックで青がない状態にしておいて右に進めばさっきのブラパがいなくなる、そういう感じでしょ。よしよしよし、落ちてったのかブラパ。効果も抜群でしょその日は。それじゃあ進んでいきますか。ルックライトって書いてるな。右しか向いたらいけないっていうことでしょ。じゃあ僕今から一切左向きません。誓います。ここのハテナブロック叩こっか。そしたらボブ兵が出てきて、わかった、あのボブ兵を、これを右の右右で来い、右左向けないもんだって。左向いたらどうなってたんだろうね。いやこれ右向かないで、このボブ兵をあの石で当てるっていうことでしょ。いやマジで難しいんだってこれ。次こそ行きます。スピンジャンプで倒してみるね。そして一旦右の方にやってこれを投げる、これが正解なんじゃないの。そしてあの、なるほど、ここでバネが出てきて、どうしよう。一旦じゃん右に行ってバネに乗って、あー左向いちゃった。これ左向くの、勢いつけたら左向いちゃったよ。こうやって次こそ成功させよう、こういうの好きだよ。もう左向かない、右だけで勢いつけるね。そんでこのバネに当たってブランコに乗って土管に入る、多分これで合ってると思うんだよね。左間に合うでしょ、頼む。よし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 、ブラパン落ちてこうにやったね。これもうゴールかな、どうなんだろう。ここ左向いたらいけない、大丈夫、左向いてみていい、大丈夫、ここは大丈夫なんだね。このハテナ怪しいな。あ、一気アップ、もしかしてもうすぐゴール的な感じですかね。今日短いみたいな、そういうパターンありえるよ。すげえ嫌な予感しかしね。どうしよう、このバネ持ってって、で絶対違うでしょこっち。こっちは何よ、オンかけにって書いてる。なるほど、2回オンをしなきゃいけないっていう感じだったのか。じゃあ一旦ここ行ってみるよ。この上なんかある？上なんもないのか。じゃあドアに入って進んでいきますね。こっちは新しい死に耐久だな。面白い、でも逆に引っかかってよかったんじゃない、こんなん見れないよね。こんな死に耐久どこに行けばいいの。うわ操作しにくい、やばい、これどこに行くかわかんないんだよねマリオが。これ相当難しいよ。ほらもうなんかわかる、もうわかって、でここで一旦上に行くのは間違いないと思うんだよね。で上に行ってそっからオンオフをする。うわどこ行ってんのマリオ、左に行ってよ頼む、左行きすぎ。上のバネに乗るのがマジで難しいよ。ダメだ、ちょこれ無理無理、これほんと無理だって。過去一鬼畜かもしれない今回の死に耐久、どうしようもないもんだって。くそよし来た、でこっからオンオフちゃんとしていこう。何回当てればいいんだよあのオンオフに。左上にねブラパが来てるのは見えたんだよね。そブラパをオンオフを何回もして下に落とせっていう感じなんだよね。それがマジで難しい。よしやった、取れたと思ったのに。よし、クソゲーじゃねえかこんなの。これ端っこにいたら楽だね。ここにいれば浮き輪が来るから、ここでジャンプしてほら浮き輪に乗って応募すればいいと、そういう感じでしょ。よしよし、あと1回、ナイスアダじゃあ次は成功させるよ。オンオフをして一旦左に逃げる、これが正解なんじゃないの。そしてこの B の音がなくなったら右に進める、それで合ってるでしょ。さあ進んでいきましょう、合ってんのかな。もう一回オンオフして左に逃げるね、で右合ってる、よしよしこれで合ってる。うわどうすればいいんだろう、っていうかバネ持ってきてるけど大丈夫、あのクリボンを踏んで右に、なに戻って、そのためのバネでしょ。これさ空中マネージャーしたらいけるんじゃないの。クリボンどこ行ってんの、こっちに来てよ。
いや、このドアに入っていこう。この先も気になるよね。あ、これ正解っていうパターンありえるんじゃないの？もしかしてゴールみたいな。じいじ、ありがてえ。なんで、どうしよう。この土管に入るしかないのか。どこに繋がってんの？いや、合ってる。僕の今までの経験からすると、これはゴールへの道。絶対それで間違いないよ。中間ポイントか。まだ先は長いっていう感じか。それじゃあボベーで壊して進んでいきますか。で、なんでよ。マジかよ。さっきと違うパターンなんじゃないの？バネ持ってきてるしさ。じゃ、さっきと同じことやってみていい？ここでボベーでぶっ壊すでしょ。そしたらさ、右でトゲゾウの甲羅がかぶれたよね。それをかぶってまた進んでみる。それできっと進めると思うんだよな。さっきと違うパターン来てよ。頼むって。バネ持っていくからさ。どうなんだろう。さあ、ここまで戻ってきたんですけど、こう、なるほど、このオープンブロックに、オープンブロックじゃない、ここの隠しブロックに乗ればよかったのね。で、このまんまどんどん上に行けと。そういう感じか。いや、むずけーぞこれ。ちょっと待ってね。ほっ、おいおいおい。よしよしよし、なんもないやんか。どうすりゃいいの。ここ左に行けってか。そういう感じですか。え、やばない。まずいまずい。これはまずいぞ。嘘でしょ。バネで乗ってどっか行けない。じゃあこのバネを持って左に行く。うわ、左行けないね。右は、なにこの仕打ち。下に降りてみるね。この下が正解。頼む、合ってて。なに、なんなんだそれは。もう一回あの斧のとこ行ってみようか。なんかヒント隠されてるかもしんないよ、この先に。うわ、このブラバの中怪しくない？これキノコとかなんじゃないの？頼む、アイテム出て。あ、キノコ。やった、これでゴールできるでしょ、きっと。よしよしよし、さあゴールしましょう。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオコインということで、コース名の通りですね、コインを1枚取ってからゴールするだけだとは思うんですよ。で、誰もがあのくぼみの中にコインがあって壁キックして上に上がってゴールするだけじゃんと思うでしょ。僕もそう思います。それじゃあ早速やっていきましょう。ただクリア率が 1% だからね、そんなに簡単じゃないと思うんだよね。そんじゃあさ、まずこのくぼみの中行ってみようか。ここがとりあえず怪しいよね。うわ、ない感じだね。画面外ギリギリにあるから、ちょっと一旦落ちてみるね。うわ、コインないね。どこにあるんだろう。いや、でもこの穴以外考えられないよね。隠しブロックかなんかあんのかな。うわ、なるほど。うわ、こんなところに隠しブロック設置して、どうやってやるんだよ。やべ、ちょっと鼻水出たし。さあ、ここにコインがあったのはいいんだけど、叩いてどうやって上に行くかなんだよね。いや、これマジで無理じゃないの。これはわかんないね、本当に。このブロック叩くじゃん。でさ、ブロック叩いた瞬間ちょっと上上がるじゃん、ブロックが。その隙間をくぐって上に行けみたいな感じかな。ちょっと分かりやすく見てもらうとね、このブロック叩いた瞬間さ、スタートするじゃん。そしたら今上に上がってるでしょ。あの隙間をくぐるみたいな、そんな感じかな。いや、そんなこと言ったはいいんだけど、どうやってするんだろう。ここでギリギリジャンプするじゃん、ブロック叩くギリギリ。そして叩いた瞬間もう一回ジャンプ。ちょっとやってみるの。いや、絶対無理だ、こんなのいけねえ。絶対いけんばい、これ。そこにいるのは分かってんだ、姿を現せ。じゃあもうこの崖ギリギリでさ、壁ジャンしてみようか。こんな感じ、これでいけるんじゃない。うわ、ダメっせ、これでもダメなのか。じゃあ崖落ちるギリギリでジャンプしてみるね。これでいけないかな。うわ、これ以上いったら絶対落ちるよね。あ、じゃあ走ってジャンプしよう。こっから走るじゃん。そしたらさ、ちょっとマリオ沈むよね、あのくぼみのところで。そん時にしゃがんでジャンプしてみるね。うわ、これじゃないの、絶対これでいけると
思ったんだけどね。いやこれいけそうなんだけどな。もう一回してみていい？こっからジャンプ。うわこれでも、うわダメなのか。ダメだ、大柵はつきました。この動画が良ければ、そんじゃここ崖ギリギリまで行くじゃん。そして左押して右押してジャンプしようか。そしたらマリオの位置ちょっと下がるよね。こっからこう、今ちょっと下がったと思うんだよね。これでシャカシャンしていくみたいな、そのちょっと下がるテクニック結構むずいんだよね。わかるかな。ちょっとジャンプしてたらもうわかんない。わっわっわっ、やった。これで合ってたんだね。それじゃあどうもありがとうございました。いや今 YouTube でさ、コメント返信してたら、このコースにめっちゃ役立ちそうなコメントがたまたま来てたんだよね。そのコメントがね、隠しブロックはしゃがみ状態の解除だけで叩けるらしいんですよ。じゃあちょっとやってってみるね。ここで左押してしゃがんですぐ右、多分そんな感じでしょ。全然なんねえ。いやこれ難しいんだろうね。そんな感じでいけるってコメントにあったの。たる叩いて、やった。いやコメントくれた方どうもありがとうございます。こういうことだったんだね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。